はい、今回はベガスプロのオーディオエフェクトリバーブの使い方をご紹介していきます。リバーブは音の空間エフェクトの一つで音を響かせることができます。身近なところで言いますとカラオケのエコーがそれに当たります。では実際にリバーブを使っていきます。まずこんな感じで声のデータを配置します。リバーブのテスト音声です。リバーブのテスト音声です。ではこのデータにリバーブをかけていきます。イベント FX からリバーブ追加 OK するとこれだけでリバーブのテスト音声です。こんな感じで音が響いています。オフにします。リバーブのテスト音声です。オンにします。リバーブのテスト音声です。リバーブのテスト音声です。こんな感じですね。そしてこちらの画面がリバーブの設定画面となります。ここの設定をいじってその音の響き具合、響かせ方を調整していきます。まずこの3つのスライダーボリュームになるのですが、左からドライアウト、これが元の音ですね。そしてリバーブアウト、これが響いている残響の音ですね。そしてアーリーアウト、これが音が壁に跳ね返った時の初期反射の音となります。これがそれぞれ音量として設定することができます。リバーブアウトとアーリーアウトをオフにしておきます。0ですね。するとリバーブのテスト音声です。元の音ですね。リバーブのテスト音声です。そしてドライを0にしてリバーブだけを上げるとリバーブのテスト音声です。こんな感じで音が響いて重なり合った音だけが出力されます。次にアーリーアウト、リバーブのテスト音声です。これが初期反射の音となります。初期反射ですので元の音と重ねるとリバーブのテスト音声です。リバーブのテスト音声と音が重なっているのがわかります。これら3つのパラメーターでこの元の音、響きの音、初期反射の音のミックス具合ですねの音量をこれらで調整します。そして次にリバーブモード、今豪華なホールとなっているのですが、ここで響かせる部屋のシミュレートする設定を変えることができます。例えば今豪華なホールでこんな感じなのですが、リバーブのテスト音声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 。こんな感じで音が反響している部屋を変えることができます。そして次に初期反射スタイル、これは初期反射だけにして聞くと分かりやすいのですが、リバーブのテスト音声です。この反射の仕方ですね、分かりやすいのがこのリバーブのテスト音声です。リバーブのテスト音声するとこの右の方で反射すると、リバーブのテスト音声です。左、リバーブのテスト音声です。リバーブのテスト音声、この音量の LR を見ると分かりやすいですね。リバーブのテスト音声です。反射の時間とリバーブの反射の仕方ですね、リバーブのテストを変えることができます。リバーブのテスト音声です。そして次にディケイ時間、リバーブのテスト、これはこの残響の響いている時間となります。短くするとリバーブのテスト音声です。こう残響が短い感じですね。リバーブの伸ばしていくとリバーブのテスト音声、こう残響が長く続くと、この残響が減衰していく時間の設定となります。リバーブのテスト音声です。リバーブのテスト音声です。リバーブのテスト音声です。リバーブの、そしてプリディレイ、これは元の音が出てから反射するまでの時間の設定となります。例えばオフにするとリバーブのテスト音声です。こんな感じで元の音とリバーブの音が同時に発生するのですが、この時間をずらすとリバーブのテスト音声です。こんな感じでリバーブのテスト音声、元の音と反射の音のタイミングがずれるとリバーブのテスト音声です、いった形となります。リバーブのテスト音声です。そして最後、以下の指定を下回るパス周波数を減衰、これは設定するとリバーブのテスト音声、低音を切ることができます。今反射の音だけにしているのですが、この数値を上げていくとリバーブのテスト音声です。この左側ですね、周波数 10Hz から
1899Hz の間の部分がカットされると、まあ、低音切りの設定となります。元はリバーブのテスト音声です。で、低音を切るとリバーブのテスト音声、こんな感じですね。そしてもう一つは逆にハイカット、高音域を切る設定となります。リバーブのテスト音声、切っていくとリバーブのテスト音声です。こんな感じで高音を切ってこもらせることができます。これらのパラメータを組み合わせて好みの響きを作っていくことができます。例えば中ホール、リバーブの元の音を表示、リバーブのテスト、リバーブのテスト音声です。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 リバーブのこんな感じにするとスピーチのような感じですね。リバーブのテスト音声です。リバーブのテスト音声です。こんな感じで音を響かせていくことができます。そして今は声にかけたのですが、声だけではなく、例えばこんな感じの机を叩いた音ですね。こういったものにリバーブをかけていきます。すると、まあ、こんな感じですね。こんな感じで効果音を作っていくこともできます。まあ、よくあるところでいきますと、例えばメディアジェネレーターで単色の黒を置いて、テキストですね。これをこの音のタイミングに合わせると、するとこんな感じで効果音を作ることもできます。まあ、今は結構効果音フリー素材でダウンロードできますので、そういったものを使ってそれにエフェクトをかけて自分好みの響きに変えていくといった使い方が実用的な使い方になると思います。今回は以上です。またお会いしましょう。